あ、生きてた。よかった。え、何これ。こんな感じのテクスチャだったっけ。ちょっと覚えてないんですけど。でも死んでないということはいいこと。なぜ死んでしまった？あれ？なんか音が聞こえるけど。大丈夫？大丈夫かな？音が聞こえます。いや、やめて、その音。やっぱお前か。もうなんだかわかんねえわ、あの豚。どうなっちゃったの？戦っていいのか？あそこ開いてるね。どういう物体？ああ！豚か？これ。豚かもしれん。確かにこんな感じの動きだったかも。豚である。豚だ、これは。ちょっと待って、動きは豚だ。確かに豚だ。確かな豚。いや、こんな早かったっけ。いや、こんなことしてこなかった。豚じゃないこれ。当たり前のこと言ってるけど。これもしかしたら豚じゃない。当たり前のこと言ってる。当たり前すぎる。当たり前だ。いそう。え、鐘の音が聞こえますね。どっからや。どっから聞こえるんや。いた！いてー。なんだ、なんか、え、めっちゃ食らったけど。え、なになに、なんか飛ばしてきてない？いろいろ飛ばしてきてるよね。なんか銃弾だけじゃないよね、飛んでるの。狂気の止血。上から撃ってきてる卑怯者がいるから、そいつを倒そう。いや、これ両方囲まれたらやばい。マジか。こんなやついんのか。エレベーターのところに俺行きたいだけなんだけどな。エレベーターくれ。エレベーターさえくれればもう帰るから。いや、本当だよ。もしくは、あの、金を鳴らす女さえのところにさえ行ければ俺帰るから。ほんとほんと、ほんとに帰るって。許してくれ。何なんだこの。え、これ何、人が埋められてんだけど。ちょ、ま、どこ、俺は今どこに向かってんの、マジで。え、戻ってる、戻ってる。俺戻ってる可能性ある。あ、戻ってる可能性あるな。180度違う方向に向かっちゃったかも。でも金の鳴らす女がもしかしたらいるかもしれないし。なんか重層的なものがすげえ聞こえるんだよな。ちょっと観察したら上とかにいたりしない？ちょ、ごめん、これ出し、何が飛ばしてきてんの。何を、あいつが飛ばしてきてんだな。気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。いやー、変なルート通っちゃった。あれ、こっちから来たんだっけ。どっちから来たのかわかんねえ、マジで。どっちから行けばいいんだ。あ、こっちから来たのかもしれない。逆だった。認識が間違ってた。うわー、もう何なんだこいつら。ほんと多いよ、お前ら。また上に行くか。それともなんか、これを壊すのかもしれん。関係ねえ。何なんだ、あれ。あれ何なの？ここ開く？おい、開いてる開いてる。入っていこう。あれ、もうここ来たような気がする。もうダメだ。全然地理が把握できん。復活してる？あ、復活してない。うわ、全然死な。あかん。いいか。死ぬ。死ぬ死ぬ。一旦逃げよう。もうないぞ、輸血液が。ところで。いや、痛い。いや、こいつ強いよ。ああ、マジ、まだいんの。そっかそっか、いたもんね。いや、もうこれダメだ。これいただいて、死にましょうか。死なん、まだ死なん、わしは死なん。死ぬわけにはいかん。帰らせていただく。あれ、あいつ復活してる？あ、復活してるよね。ごめんなさい。復活してるよね。こいつは倒そう。早くしよう。来てる？来てない。いや、もう忙しいな、ほんと。ほんで？俺どっち行けばいいんだっけ？結局また間違えそう。いた！くっそ、いって、超いて、超食らう。こっちからは来てないような。ちょっと一旦さ、
ステージを見たいんだけど。落ち着いてみたい。どっちから来たか分かるような、なんかランドマーク的なものないかね。どんだけ遠くから撃ってくんだ。撃ってきそう。うわ撃ってきそう。うわ撃ってきた。マジか。きついなここ。行くしかねえか。こっち行くか。こっちだよな多分。あれまた戻ってきちゃった。もう何回戻ってくんだよ俺、バカか。方角が分かんなくなるんだよ、上に行ったりすると。上に行くのやめよう。まっすぐ通り抜けよう。よし、また銃って来てるから、それ回避しつつ。いやもうやばいやばい、やべえやべえ。避けれてんのかこれ。いや避けれてんのかこれ。これまっすぐとりあえず抜ければいいから、抜ければ平和が待ってるから、安全が、安全のもとへ行かなきゃ。安全くれー、安全くれー。え、ここまだボスじゃないよね。ボスじゃないと言ってくれ。ボスではありません。よし、ボスではなかった。ボスかーい。忙しいわマジでここ。何なんだ。ボスじゃないのか。ボスじゃなくあれ。あーいたいたいた。鐘鳴らしてるよ。鐘を鳴らすんじゃありません。うるさいから。おっと、何これ。いやおかしいでしょ。月ってかなり遠くにあるから、こういう黒いもやがかかるのおかしいと思います。俺視点の話じゃんこれ。俺視点から見てだけ雲がかかってるだけじゃんこれ。横から見たら多分他の人の視点からは雲に、月に雲かかってないと思うけども。そんな話してる間にうんこみたいなのが出てきた。うんち、うんちです。お前武器どうした。いやー不定形、不定形というか、うわーなんか人が、うわーい、呪われてる。もう好きねーこういうの。最短者、あいつ倒さなきゃな。いた、超いて。あれさ、あいつから倒すべきなんじゃない。いやどうやって倒すのかわかんないし、届かないのかもしんないけど。だって最短するんでしょ。最短されたら困るんだけど、めちゃめちゃ先に上のやつ倒すの。ほらーこういうのあるでしょ。分かってるよ俺。こうクロムのやりたいことは。残念だったな。お前早死ねや。いてー、死ぬ。嘘だろ、そこから攻撃すんのかよ。いっぱいいるし、もうしかもなんか飛ばしてくるやつもいるし。へえ、塔の騎士みたいなステージかここは。もっとなんか初等科みたいなのなかったっけ。あれ、あそこに行くまでに初等科みたいなのは見つけてないか。ここからになっちゃうか。ここからになるのちょっとおかしいな。どうにか、そうそうそう、ここの、初等科がね、こっち側になんか初等科があったような気がするんだけどな。いけないのかな？こっちから、俺が思ってる方向と逆だな。結構遠いんだよな、こっからだと。あ、今生まれてる。よし、避けた。今生まれてるけど、ここ入って、こっちに抜けて、前はショートカットがさ、いや、そっか、開いてなかったもんな、前も。なんかエレベーターみたいなのあったんだけどさ。ここ？ここだっけ？いるやん！こっち側見よう、こっち側。ここにエレベーターがあったけど、動かなかったんだよ。とにかく先こっちじゃん。あ！エレベーターあんじゃん。
なんか降りてきてる。前は降りてなかったのに。ここは一体どこに繋がるんだ？いや、動いちゃったよ。動いちゃってないか。どうよ、ここ。いい感じのショートカット繋がってない？ドーン！いや、そのライフル強ない。あ、ここ近いんじゃない？めちゃめちゃ。もう一個のかがり火に。もう一個のかがり火どこだ？あれ？確かここら辺にかがり火があったような。ちょっと違うな。あんまり近くなってる感ない。ちょっと一旦戻るか。ちょっとうんちしたくなってきた。あれ見たら。続きやってくぞい。ヤハグル。ヤハグル協会。ヤハグル協会。ヤハグル協会ってどこだ？よくわかんねえな。ヤハグル協会。あ、隠し町ヤハグルからの方が早いんじゃない？ショートカット作ったし、こっちからの方が早いんじゃないか説。あれ、どっちから行くんだっけ？忘れた。こっち降りちゃっていいんだっけ？あれ？上？上から来たんだよね。ねえ、なんかこいつらが行って、こいつらは無視して、こっちに行けばいいのかな。そうすると、車椅子が行って、車椅子無視して、こっち抜けちゃって、で下がっちゃうと。いいんじゃないですか？ほんで。うわ、びっくりした！何の音だよ。何の音だよ、びっくりしたな。ちゃんとスイッチ押して。ほい。結構音でかいぞ。結局これな、意味ないもんな。先進もう。へえ。やばい、これ。狙われるじゃん。危な。これでいいのかな。最短の、こう、ボスまでの最短の道のりってのが毎回あるはずなんだけど。結構長いけどな、こうなると。こっからだと。上から敵が。チリンチリンどこで鳴らしていてー、ちょ、で、死んだけど嘘でしょ。で、ここからだよ、問題は。遠距離から撃ってくるから、こっち抜けつつ、ここに避けつつ、竹を取りつつ、よろずのことに用いつつ、いけるいける。避けよう、避けよう。避けよう、避けよう。折り返しでたまたま当たらない限りは大丈夫。OK! 入った。ほんで？横に入り口があったと思うんだけど、どこだろう。横に階段への入り口が、一番奥かな。よくないです。ここだね。もう隠されてるのがもうそもそも。あれ？印象良くないですよ、あなたたち。印象良くないですよ。行って！食らったし。どこから食らってんね、その壁を通り抜ける。よくある壁通り抜けるやつやめろ。よし。ここだからといって安心してはいけないということが分かった。オッケー。攻撃食らうからね、ここでも。ここならさすがに大丈夫。で、周りの金を鳴らす女を全員倒してから戦えば。あるいは。とか遠距離攻撃してきてる。もう下に落ちたけど大丈夫。死んだかな。てっ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 て。あと一匹ぐらいかな。こいつも、なんか、持ってるな。刀みたいなの。いってー。こい、威力高えー。めっちゃ威力高えな。なんかいた？まだいた？いねえか。気のせいか。なんかめっちゃ当たるんだけど。よし。相手の交換は済んでから。済んでから動くようにしよう。で、結局、下に落ちたやつ死んだのかな？
それだけ気になるな。どうした？変わったか？なんか撃ってきてる。何あれ？撃ってくんのあれ？倒したの結局、下のやつは。それさえ、よし、大丈夫だな。その状況さえ担保できれば、あとは攻撃するだけだと思いたい。なんだ？なんか上から降ってきたけど。意味不明すぎるでしょ、それ。観察とまず、観察から。ロックするか。いっそのこと。食らってるし。あいつがなんか撃ってんだな。え、まだ鳴ってるぞ、金が。チリンチリンって。ダメでは。そうだよな、こっち側に3人いなかったよな。あ、いた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 。6人いるんだ。上からなんか降ってくるんだよね。屋根があるところにいれば大丈夫じゃないのかな。よし、全員倒した。なんか変わった？いてえ、もう。くっそ、食らいまくっちゃう。あの後ろのやつの行動が気になるよね。痛い、痛い、ああ、食らった。終わったかも。終わったー。たたんで食らった。どこ狙えばいいんだかよく分かってないけど。後ろ足がいいかな、やっぱり。落とせば死ぬのでは。あ、ああ、あいつが持ってたってこと？びっくりした。ハント成功かと思ったわ。もう終わったと思っちゃった。そうではないと。あいつ別に金鳴らしてるだけか。一応なんかドビドビ打ってきてるみたいだな。落とすと早いな。ちょっと。落ちないところに立ってる。落ちれば早い。よし。ここにも階段があると。楽で良い。なんかし始めた。で、後ろ側取ろう、やっぱり。よし。後ろにも顔がある。ん？あれ？なんか前後変わってないか。気のせいか。いていていてて、食らってる。毒かなんか食らってる。え、なんだ、何食らってんだ。走ってればダメージ受けない戦法。なんか毒か何か食らったぞ。一体何なんだ。なんか吐いてるのかな。どっちが前なのかよくわかんないけど。本当にどっちが前なのかよくわからん。食らってる？食らわせてるね。大丈夫。真ん中の胴体に当てるのがいいのかな？それとも。楽なのかな？真ん中の胴体がいいような気がしてる。ダメージ当たってるね。あれ？ダウンしてるし。くそ。今チャンスだったのでは。まあいいや。一旦逃げよう。ドガーン。問題ない。大丈夫か？あれまた。いいぞいいぞ。これ、締め取れんじゃない？オッケー、ズドーン。いいじゃん。めっちゃダメージ与えれたけど。まだか、全然。ここから多分携帯変わるだろうしな。避けた？避けれてないか。ちょっと変わるかな。変わりそうで怖い。何が変わってるのか見極めてからの方がいいか。さっ。一回戻って。さっ。一回。さっ。よし、見失ったかな。いてててて、食らってんのかい。バカ。上から。なんか落としてくる。あんまり攻撃しすぎない方がいいな。よし。で、ドバーンでしょ。全然問題ないぞ。物理のダメージを上げた甲斐があるかも。ん？毒食らった。くそ。なんか撒き散らしてるな、相変わらず。回復。重い。どうしたどうした。たくさん振らせたからか。いてててて、毒食らってる。ちょっと待って、足元ちゃんと見なきゃダメだ。真のハンターは足元を警戒しなくては。毒めっちゃ出してるんだ。
あのフィールドに入っちゃダメなんだ。見づらいな、色が。よし、食らわせて。またなんかへばってるぞ。よし、一回逃げよう。避難避難避難。よし、ここに来ればさすがに無事なのでは。で、もうちょっと見つつ、うっ、うおー、どーん。で、ちゃんと距離を保ちつつ、手を切って足を切って、ちょ、危ない、当たる。逃げる、どーんどーんどーん。暴れてるけど問題ない。食らってるか、食らってるか。やばいやばいやばい、一旦逃げよう。ふえーふえー、割と安定してきてると。でもまだ半分ぐらいあるし、上に逃げる必要別にないか。ここ安全、果たして安全なのだろうか。さあ、毒沼ちゃんと見て。毒沼ないから攻撃できんな。一旦逃げて、いったいった。これ食らってるか、やばい、上から降ってくる。もうなんか安定してきてるぞ。ゲロ吐いてる。あ、ゲロ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 食らってる、ゲロ食らってる、ゲロゲロ伸びてる、ゲロ伸びてる、ゲロ伸びてきてる。やばい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 、攻撃しよう。一旦逃げて、ゲロの伸び範囲がやばいね。結構伸びる。これをギリギリでかわしつつ、よし、倒したか。倒れた、倒れたー。でかすぎるだろ、音がSE がでかすぎる。黄色い背骨見つけました。うん、なんだろう、常に動き続けて、あの上の上半身みたいなやつからの攻撃避けながら戦えば簡単でしたな。で、どこに行けば。生誕者って赤子ってこいつのことか。こいつがおぎゃってた。こんなやつがおぎゃってたのか。でも、もっと小さい、あーあーみたいな声してたけどな。ね。そのなんか座ってなんか変なのはめられてるのは何なの、結局。哀れな狂人。喋る？もしかして。喋ったりする？まさか。ミイラを調べるか。何それ。そのよくわかんないやつ。拷問器具かなんか。ちょ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 、なんで、どこ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 。なんかよくわかんないところに運ばれること多くないですか。教室とかーい、ポーン。2階か、ここ。違うとこじゃない、この前と違うよな。カリウドの夢に戻れる。4万貯まってるから帰りますか。よし、順調だ。結構取れ高いいぞ。だが、もう俺に残された時間はあとわずか。